続きまして、ドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。ドルストレートの方も土曜日のところでサポートレジスタンスラインを引き直させていただいたということで、濃いラインはね、この青色の実線で引いている。そして薄いところはね、この点線で引いているというところでございますので、こういった斜めのラインも少し見つつですね、進めていきたいと思います。 まずは、ユーロドルでございますが、こちらのところは、今週は大きな下落に見舞われて、特に水曜日の下落はね、100ピプス近い下落を演じたというところでございます。1週間のスタートに関しましては、1.17の上側からスタートしたというところでございますが、まあ、じりじりとね、この移動平均線24付近でレジスタンスを食らいながらですね、 え、とうとうこの水曜日のところで、え、一気にね、割り込んでしまうというところが起きてからは、下落トレンド。そして、え、こちらの金曜日のところでは、一旦は移動平均線を上回るようなところがありましたが、今までの下落に対しまして、反発はまだまだ弱い。そして、1.16というね、一回サポートが入ったところですね。 ここのところが再度レジスタンスになるかどうかというところでありますし、あとは上からね、今までのサポートとして認められておりました、この斜めのトレンドラインですね。こういったところがまだまだ下がってきておりますので、二重でね、この1.16と斜めのトレンドラインというところはレジスタンスになりやすいというところで、まだまだね、ロングは本格的には取れないかなというところでございます。 よってですね、この1.16を上回ることができずにですね、この移動平均線24、ここを割り込むような動きがあった場合ですね、ストーンと落ちるようなところがあれば、ここはショートを狙っていただいてもよろしいかなというところでございます。まあこれはね、1.16の今までのサポートがレジスタンスとして機能したというところと、もう移動平均線を割り込みますとね、一旦はちょっとオーバーシュート気味に落ちていくというところが想定されますんで、 ここは移動平均線割ったところからショートを取ってもよろしいかなと考えておりますので、まずはこのね、ショートを移動平均線割ったところで取っていく。これが第一候補と考えつつですね。もちろん相場には絶対はございませんので、上方向に行くことも考慮。上方向1.16を抜けたところでポジションは取れない。 え、これはね、まだまだ下落に対して戻りが弱いというところと、え、斜めのね、え、このトレンドラインが抜けていないというところがありますんで、上に抜けた場合は、ここでポジションは取らず、その後にですね、 1.16の上側でサポートが入ったところ。まあ、こういったところでね、ロングが初めて取れるんじゃないかと思いますでね。このあたりは1.16あたりの動き。一旦ね、移動平均線を割り込むような下落であればショートを取りつつ、1.16を抜けたところでは様子見をして、その上側でサポートが入ったらロングを取っていく。案外ですね、ここのところ、スーッと抜けてきましたよね。 1.16の中盤ぐらいはね、結構スーッと落ちてきましたので、上がるときもね、この辺りは抵抗なくね、この、 斜めのレジスタンスラインを抜けているのであれば、スッと上がるところがあるかもしれませんので、ここはね、1.16の上側でしっかりとサポートが入った場合は、ロングを取っていく。このような形で、上がった場合も下がった場合も、両方に対応できるように考えていくのが必要かと考えておりますのでね。このあたり、しっかりと1.16を意識して、移動平均線24割り込んだらショート。その上側でサポートを受けたらロングというところでね、戦略を持っていただければよろしいか と思いますのでよろししくお願いいたしますは以、い、上でねユーロドルの解説を終わりまして続いてポンドドルの解説に入っていきましょう、はいえー、ポンドドルの方も、まあ、ポンド円もねクロス円のところでは大きく落ちたというお話をしましたが、えー、火曜日水曜日と2段階に大きな下落をしてしまったのがポンドドルの特徴でございます まあ月曜日のスタート、一旦はね、上がった形でございますが、結局はえ火曜日にストーンと落ちて、戻りが弱い中ですね、この斜めのレジスタンスラインと移動平均線に押さえつけられて、これはね、水曜日もストーンと落ちてしまった。ただ木曜日はうろうろしつつも、 金曜日に大きく買い戻されたということでね。まあ、一旦の下落のリスクというのはある程度低減できたかなというところでございますが、まあ、一週間振り返ってみますとね、まあ、高いところから落ちて半値戻しぐらいしか、えー、半値もぐらいしか戻っていないというところでございますね。まだまだどちらに傾くか、えー、これはわからないというところでございます。 ここはね、ポンド円と同様、ポンドドルの方も一旦は力を貯めるようなレンジを想定しておりまして、そのレンジ相場というのは、この水色の実践で引いております、上は1.3650ですね。過去のこのダブルトップ、ちょっと大きめでございますけどね、ここのネックライン付近の1.3650が、 えレジスタンスラインになろうかと思いますんで、まあ、ここをまず意識していただくと,ところと、あとは、ここダブルボトムになってますね。ちょっといびつかもしれませんが、ダブルボトムということで、このダブルボトムのネックラインが1.35ぐらいですね。はい。こういったところになりますので、ちょっとね、幅は広いという形になりますが、約150ピプスのレンジになるかなと考えております。 150ですね、はいえー。このような広いレンジに想定しておりますので、えー、まずはね上方向、ここね移動平均線、今超えておりますので、移動平均線の上側で陰線陽線が起こった場合は、ここはねロングを取ってもよろしいかなというところでございます。移動平均線上がってきますので、移動平均線の上側でサポート。要は、えー、この陰線がね 陽線に切り替わるということがあれば、ロングを取っていただければと思いますけど、その目処としましては、まあ、1.36は前回ね、ここの部分はスルーして、 下がってきましたのでここのところはあまり利確ラインにせずにですねこの1.3650この付近で陽線陰線が出てきたところしっかりとね利確をしつつ陽線から陰線に切り替わったところでは逆にショートを取っていくただ相場には絶対はございませんのでここの1.3650の上側にショートのロスカットを置いておくというところは必須でございます そして、そのままね、移動平均線を割り込むようなところがあった場合は、1.35。ここはね、ダブルボトムのネックラインのサポートが効く可能性が強いということで、1.35付近で陰線から陽線に切り替わった場合ですね。こういったところは、ロングを取るというところを選びつつですね。もちろん、相場は絶対はございませんので、1.35を下回ってしまった時には、損切り注文を置いておく。150ピプスであれば、うまいことね、30から50ピプス ぐらいいははは取れるる可能性はあるというとうころなのでまずは一旦ロングを狙っていきつつこの移動平均線をね下回ることなく要線が出た場合はロングを取るその場合は1.3650の手前ぐらいで利確をしておきつつそこでねレジスタンスを食らって要線から陰線になってしまったらショートを取っていくそしてこれをね移動平均線の反発がなく下げた場合は1.35付近で陰線要線に切り替わったところでロングそしてこれもね30か30 50ぐらいですねピプスを取れたところろろで1回利格ををしして次のトレンドを待つととといいいうとここがよろしいかと思いますね,ねこれも、ポンドドルね、大きめのレンジでございますが、1.35のサポートと1.3650のレジスタンス。ま、ここを意識するのと、最初はね、移動平均線24の上側でサポートが入るかどうか。こういったところを確認しながら、週始めから、ま、月曜日、火曜日、水曜日ぐらいでね、こういったような動きがあれば、ポジションを取っていただければと思います。 思います、ね、よろしくお願いいたします、はいえー、以上でね、えー、ポンドドルの解説を終わりまして、えー、続いて5ドルベイ、えー,、えー、ゴード,ルベイドルの解説で締めていきたいと思います5、はいえー、ドルベイドルの方はこれもね週始めは一旦は上がって、えー、この、ね、0.73の過去の、ね、高値付近まで上がる場面がございましたスタート地点はね、えー、ここですね このところからスタートしまして、なんとかね、上昇を遂げることができた月曜日から火曜日にかけてというところでございます。ただね、ここは火曜日の途中からですね、欧州時間から本格的に一気にね、下げてしまって、 ま、サポート入るものの移動平均線付近でレジスタンスを食らって、一旦ね、週の安め。その後はね、移動平均線を上回ることがあって、サポートを受けながらね、乱高下を繰り返しながら、結局ね、元の1週間のスタートと同じぐらいの位置まで戻ってきたということで、振り返ってみればね、レンジだったかなというところでございます。 そして、今後ね、5ドルベイドルはどのような形で攻めていくかというところでございますが、ここはね、レンジを一つ私は想定しております。ま、一旦ね、この水曜日から木曜、金曜日にかけまして、0.7225を割り込んだエリアがありましたが、この0.7225というのは、ここね、サポートも入っておりますし、もうちょっとね、チャートの方を広げていっても、 非常にね、サポートが入っているというところでございますんで、まあそういったところから行きますと0.7250のサポートは非常にでかいというところでございます。 えそしてね、上方向は0.73ですね。こういったところでレジスタンスが入っておりますので、結論ね、0.7225から0.73のレンジ相場。そして、これね、上方向に行くというところが、これポンドと同様でございますが、移動平均線、一旦ね、今上がってきておりますので、初動に関しては狙っていくのは移動平均線の上側で、この陰線が要線に切り替わったところですね。 ここでロングを取っていくというのをまずは第一候補。しかしながらレジスタンス0.73が重いというところでございますので、こういったところ0.73付近で要線から陰線に切り替わったところではショートを取っていく。相場には絶対はございませんので、その場合でも0.73を超えたところではストップロスを置いておくというところがまず一点ですね。 そして0.7225の下限に近づいちゃった場合ですね。その場合は、週始めにこの上がってきた移動平均線を割り込んでしまうというところがね、起きた場合。割り込んだところで、これはね、ポジションを取るのではなくて0.7225付近まで引き付けていただいて、今までのここのね、レジスタンスライン、サポートライン、サポートラインが入り乱れておりますが、このサポレジの強い0.7225付近で陰線から要線に切り替わるところがあれば、ロングを取っていく。 まあ、こちらがね、75ピプスのレンジでございますんで、まあ、比較的、5ドルベドルに関しては、長めのレンジかなと。 思いますので、ここでもね、十分20ピプスから30ピプス狙っていけるんじゃないかと考えておりますね。もちろん、下でロングを取る場合も、相場には絶対はございませんので、0.7225の下側ではストップロスを置いておく。このようなね、ところで、まずは、この移動平均線の上側でサポートを受けるか。受けた場合は、0.73付近でロングを取っていた場合は、利確をしつつ、要線から陰線になったらショートを取っていく。そして、この移動平均線を破ってしまった場合は、 破った段階でポジションは取らず0.7225のサポートライン付近で陰線から要線に切り替わるところがあればロングを取っていくその場合も下方向には、ね、ロングのストップロスを置いておくこのような戦略でよろしいかと思いますし先ほどクロスエンでもお話しした通おり5ドルに関しては火曜日の12時30分ここで政策金利の発表がありますので、まあ、ここは、ね、サプライズの利上げというのはまだまだ起きない状況でございますがその翌日の、ね、ニュージーランドの準備 銀行のこれはね、利上げ予想でございますが、ここによってね、大きく動く可能性がありますので、火曜日の12時30分、水曜日、木曜6日の10時のところですね、こういったところは大きく動きますので、その段階までにはある程度ポジションは減らしておく必要があろうかと思いますねで、これは月曜日から火曜日の午前中までを目処にですね、このような動きでポジションを取っていくというところはいかがでしょうか。 はい。えー、以上でね、えー、こちらのドルストレート3ペア3通貨の解説を以上といたします。